3月に閉校となる西伊豆町の小学校で、バス通学を始める子どもたちを対象とした交通安全教室が行われました。全校児童およそ40人の西伊豆町立田子小学校は3月で閉校となり、子どもたちは4月からウグス地区にある別の小学校までスクールバスで通うことになります。今日。 下田警察署松崎分庁舎の職員らが新しくバス通学を始める子どもたちのために交通安全教室を開きましたまた高学年の児童の6割近くがスマートフォンを所有していて SNS を通じた事件に巻き込まれないための防犯指導も行われました